皆さんこんにちは。本日は数値 A マーク式のグラフの平行移動をやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。こちらの問題解いてみてください。それでは解説に移ります。 まずは平行移動の特徴を覚えておきましょう。y イコール fx というグラフを x 軸方向に p, y 軸方向に q 平行移動したグラフというのは y の部分に y-9、x の部分に x-p を代入すれば OK なので今回 y イコール x 2乗プラス a これに関してですが、こちら今回は x に x-1、y に y-b を代入するというふうに考えて計算をしていきましょう。 そうすると、今回、このグラフと、y イコール x 事乗プラス ax これが一致するということですので、なので、それぞれの係数、はい、x の係数を比べてあげると、マイナス2イコール a で、何もないとこ、定数項を比べてあげると、1プラス a プラス b イコール、はい、こちら定数項何もない、つまり0ですので、はい、こういった式になります。そうすると、a と b の値を求めることができます。 はい。では2番行きましょう、えー。2番の問題。はい、C。えー、今回0かン4を通るというふうに言っているので、まあ、B イコール4というのがわかります。 で、ここで、X 軸と接するっていうことはどういうことかと言いますと、はい、この方程式の解が1個というふうに言うことができます。なので、判別式を使ってあげましょう。そうすると、今回は D イコール0であれば解1個ということわかりますので、D イコール、はい、ここの次乗、A の次乗、マイナス 4×4。つまり A、A 次乗マイナス16は0ですので、それを満たす A は4とマイナス4というふうに答えることができます。 はい。では次に、えー、こちらですね。また、X 軸から切り取る線分長さが3以上となりたいということなので、解の公式使ってあげましょう。そうすると、X、まあ、こんな感じにすることができます。それぞれ、はい、ルートがマイナスのところ、プラスのところって感じですよね。で、線分長さ、もちろんこっちの方が大きいですので、大きいのから小さなの引いて、まあ、ここの部分消える。で、ここの部分、はい、2ルートの A 字上マイナス16っていうのが2っていうふうになるので、約分してこういう形にすることができます。これが3以上となればいい。次乗 しててあげてはいこんな感じで x 次乗が25以上となればいいということなので a a ななりりイイココーールル -5 5ままたは、a、大とという,ふうに答えることができます2次関数で出てきやすい平行移動や判別式解の公式しっかりと使えるようになってください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。